皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は昔話や童話が伝えるものというタイトルでお話します。私は読書が好きで、多くの人に本読もうよと勧めています。お父さんお母さんの中にも、子供がもっと本を読んでくれたら国語ができるのにと、で読解力がつくのにと思っている人、いると思いますけれど、僕は読書の本質というのは特に物語だったら、ね、心を育ててくれる部分、ね、心を楽にしてくれる部分、こちらの方が大きいんじゃないでしょうか。本、特に小さい時には絵本とか昔話とか童話、こういうものになるんですけど、この昔話や童話というのは子供の感性に働きかけて、子供の感じる力、悲しいとか、かわいそうとか、嬉しいとか、そういう感じる力とか、想像する力、そして生きる力、このような人間として根源的な部分、ここを育ててくれると、そう思っています。そして昔話や童話の特徴、主なものを3つ挙げてみると、1つ目は世の中の真実、これを形を変えて伝えていると。2つ目は心の純粋性を伝えていると。主人公がどんな気持ちで、どんなことをしたかと、どんなふうに感じたかと、そういう部分を伝えていると。そして3つ目、魂の輝き、ワクワクとする部分ですね。こういうものを伝えている。それが昔話、童話の主な特徴の3つだと思っています。人生、世の中に出ると、やっぱ自分の思った通りにはいかないわけですよね。困難がたくさんあると。ね、障害がたくさん出てくると。これを言い換えると、冒険がたくさんあると。こんな言い方で言います。人生は冒険に満ちていると。で、昔話とか、ね、童話では、主人公と一緒に、この冒険に飛び込むことができると。そして試練に挑んで、それを克服して、そういう形で生きる力とか魂が物語と一緒に磨かれていくと、こうなっているんじゃないでしょうか。で、残酷な話もありますと。で、残酷な話っていうのは、じゃあ子供に残酷な心を育ててしまうのかと、そんなことはないんです。なぜかっていうと、残酷なことを最初にしてくるのは多分主人公じゃないんですよね。主人公の相手になっている部分、ね、ですから主人公はこの残酷と立ち向かう立場にある。だからほとんどの場合、残酷な心が育つということはないんですね。逆に残酷なことを憎む、そういうものが生まれていくんじゃないでしょうか。そしてその中には、悪いことをしたら罰が与えられると、こういうメッセージも込められていると思います。結末に近い部分では、この残酷なことをした人たち、残忍なことをした人たちが罰せられる、こういう部分が出てきます。この部分をかわいそうだ、ね、残忍な部分を子供に読ませたくない、こういうことで結末の部分を、この残忍な部分を省いちゃったり書き換えたりしている本があります。ね、大人の都合で本来の物語からちょっと変えちゃってあると、そういうもの。でも昔話と童話、これはいろいろな生きる知恵を子どもたちに伝えているもので、その中には悪いことをしたら罰せられると、欲をかきすぎるとそう思ってると、ね、欲は持っていていいんですよね。何々は欲しいと、何々したいという欲は持って、でもそれが大きすぎちゃって人を傷つけたり、ね、人をこう押さえつけたりしてしまうと、そして結局は損をしてしまうと、罰を受ける場合もあるでしょうと、ね、そういう話の本質に関わる部分、これを書き換えると、長くこう伝えられてきた物語の魅力、これが私は減ってしまうような気がします。皆さんはどう感じるでしょうか。今回は昔話や動画が伝えるものというタイトルでお話をさせていただきました。
どうも最後まで見ていただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。